はいどうもおぱしです、今回はですねコールオブデューティーの最新作が、インフィニットウォーフェアで確定してしまった件について、話していきたいと思います。で、確定していることと噂話のレベルのことね、ちょっと混在しているかもしれませんがご了承ください。でプラスですね、他の人が先週 IW について語っている動画いくつか上げたかと思いますが、どの動画も一切見ておりませんので、見解とかが被ってしまう部分もあるかもしれませんが、そちらの方もご了承ください。まずですね、舞台となるのは今現在リークされている部分ではですね、宇宙服を着ている兵士の画像だったり、あとは宇宙っぽいなんか映像だったりがリークされてまして、非常に嫌な予感しかしないというのが正直オパシの本音ではありますね。で、昔 AW がピョンピョンゲーというふうに言われてました。バッタゲーとかね、で BO3 も若干のピョンピョンゲーというふうに言われてますよね。で今回はじゃあ IW ピョンピョンゲーなのかといったら、おそらくピョンピョンゲーじゃないと思います。多分ピョーンってもうピョンピョンじゃないです、ピョーンですよ多分。IW ね、宇宙なんで宇宙服着てましたからね、多分無重力空間で多分ガンダムみたいな戦い方になるんじゃないでしょうか。前にですねオパシが嫌な予感がするみたいな感じでネタでスペースウォーフェアっていうのが出たらどうするみたいな感じで冗談で言ってたんですけれども、もしかしたらそれがね本当に起きてしまうかもしれないというね。ピョンピョンもうピョンピョンゲーとか言ってさ、ちょっと飛べるとみんな文句言うからもうずっと飛ばそうぜとか言ってネタで言ってたら、まさかそれが本当になるとは思わなかったっていうね。これに関してはオパシの予想ですね。ただ宇宙服を着てるわけですよ。こちらご覧ください。こちらの画像ですと、なんか見た目だけだったらさ現代戦っぽいって言われてるんですよ、画像的に。ただ持ってるヘルメットにそのチューブがついていて、これ酸素吸入するんじゃないのみたいな、これ宇宙服なんじゃないのっていう風に言われてるんですよ。なんで宇宙服だとしたら、宇宙服で第二次世界大戦みたいな戦い方はできないですよね。だから多分昔ながらの COD が好きな人からしたらムムムっていう感じになりそうな予感がプンプンしております。でそれの対応策なのか知らないですけれども、COD4、COD4 ですね、モダンウォーフェア1、ある意味モダン1がついてくるというふうに言われています。でそれに関してはまだメーカーさんとかは否定はしてないって感じなんですよね。だから確定したわけでもないし、確実に嘘とも言い切れないみたいな微妙な感じらしいんですけど、ついてくるのがリメイクではなくリマスターなんですよ。リメイクっていうのはほぼほぼ同じで作り直したものなわけなんですね。だからちょっとした修正が入っていたり、新たなボスが追加されたりとかってよくファイナルファンタジーとかでやってるじゃないですか。ただリマスターっていうのはもう本当にただ移植しただけ、画質が綺麗になっただけみたいな感じなんで、多分その COD4 の良かった部分はそのまま来るんですけど、悪かった部分も多分そのまま来るかと思います。COD4 ってもうねほぼほぼなんかチーターのなんか公演みたいになってたんで、チーターはいなくなるんで、だいぶ良くはなると思うんですけれども、果たしてどうなるんでしょうか。でしかも一説によるとマルチがないかもっていう噂もあるんですよね、COD4。まだそれに関しては一切言及されてないんで、そのマルチがない可能性の一個として、それなんか移植されたタイトルでマルチがなかったっていうことがなんか他のゲームで確かあったっていうのと、そのマルチがあるとせっかくインフィニットウォーフェアを出してメーカーとしてはインフィニットウォーフェアを一番売りたいのに、COD4 に人が分散してしまうと売り上げに響くわけじゃないですか、インフィニットウォーフェアの。だからインフィニットウォーフェアに完全に同梱版として全部合わせてしまうのか、それともね別売りするのかっていうのも一個あるんですけれども、同梱っていう風に言われてたんですけれども、海外の有名な動画投稿者の方がなんか告知画像みたいなやつをリークしたらしくて、でそれの方がこの画像なんですけど、それだとそのなんか PS4 でリマスターも別途で発売されるみたいな感じっぽく見えるんですよね。でどっちもだディスク2枚入ってて1万1000円ぐらいの109ドルバージョンだったかなみたいな感じのと、あともう一個は普通にただインフィニットウォーフェアが入ってるだけで COD4 は同梱してないみたいなのが発売されるっぽく見えるんですよ。だいたい40ドル、だいたい4000円ちょっとの、4000円ちょっと追加で払うと COD4 がついてくるみたいな風に見える告知画像が今現在リークされております。で別売りってなると人口が分散しますよね。それはどうなんでしょうかね。メーカーさん的には OK なんでしょうけどね、どうなんでしょうかっていう難しいところでもあります。で動画投稿者的にもそのリマスターあるいはリメイクと IW が同時に発売するとどっち上げるのか非常に難しいんですよね。多分ねこっち上げてください、こっち上げてくださいっていうのがコメント欄が多分埋まると思うんですよ。
もうだってさ、AW とかさ、他の作品やっててもさ、ビオーツ上げてくださいっていうコメント多分みんなすごい嫌ってほど見てきたと思うんですよ。ビオーツやってくださいっていう人たち、あれが多分もう本当に同日に2本 COD がもし出たとしたら、多分コメント欄それが相当埋まっちゃうと思うんですよね。 IW やってください、いや自分は IW ピョンピョンはいいんで COD4 やってくださいみたいなね。ちょっと動画投稿者としては難しくなるっていうのがありますよね。でプラス、まあ予想なんですけれども、もし COD4 が出たとしても動画投稿者はあんま COD4 上げないと思うんですよ。なんでかって言ったら、 COD4 の動画だったら PS3 で上げれちゃうっていうのがあるんで、多分発売前に、COD4 リマスター前に事前にやっておこうみたいな感じでみんな動画上げ始めると思うんですよ、 PS3 版の COD4 を。ってなると目新しさがないがゆえに多分再生数そんないかないっていうのがあるんですよね。で COD 投稿者って結構やっぱその再生数伸びないコッドはやらないっていう方非常に多くて、ゆえにやっぱみんな BO2 やってた部分があるんですよね。まあ BO2 が面白いっていうのも単純にあるんですけど、だから多分 IW の方が動画撮りやすいんですよ。やっぱ最新作だから、新たなルールをやってみましょう、今回はこの武器使ってみましたとか、アップデート入りましたねとか、新武器使ってみたっていうのが COD4 ではできなくなるわけじゃないですか。リマスターだから画質綺麗になるだけなんでね。だから多分動画投稿者は大半が IW に行くんじゃないかなと。でまあ COD4 は自分も1時間2時間しか遊んだことないんで詳しいことは分かんないんですけど、おそらくその昔から COD4 やってる人は多分超うまいと思うんですよ、もうバケモンみたいに。だからそういった人たちはやっぱ COD4 に、で COD4 やってなかった人たちは、まあ、同梱版でちょっと遊びつつやっぱ IW みたいな感じになるんじゃないかなというのがオパシの予想ですね。ただこれ以上分散させるのはねやっぱ良くないとは思うんですけれども、まあ、メーカーさんは多分一番考えてると思いますんでね、そのせいかなんかそのサーバー内に何人いるかとか表示させないようにしたりとかね、なんか変な工夫をいろいろなさってるじゃないですか COD って最近。できればね、このサーバー、このルールに今何人いますみたいな感じで表示してもらえると一番ありがたいんですけれどもね。とりあえず、サーチ&レスキューとかでさ、100人しかいませんとか200人しかいませんっていう、あの状況は避けたいんで、ぜひともみんなが集まれる最新作が出てくれると、個人的に嬉しいと思います。あとはね、他に今現在リークされていることについて話していきたいと思います。例えばね、BO3 のニュークタウンの方で、なんかドミビの上の方の壁にね、なんか変な IW のキャラクターの顔が今デカデカと載ってるんですよ。だからもう IW はもう確定みたいな。で、その IW っていう商品名が確定っていうのも商標登録されたというふうに今発表されてるんですね。で、その商標登録っていうのが何かって言ったら、同じ商品名で出されないための会社としての対策なわけですよ。例えばだけど、コールオブデューティーインフィニットウォーフェアっていう名前でカルト教団とか作られたりしたらすげえイメージ悪くなっちゃうじゃないですか。そういうイメージ悪くなったりとか、その営業妨害とかをされないためにも商品名とかが被らないように、まあ、前もってそういう、まあ、特許みたいなもんですよ。だから申請しておいて、この名前で出すのはうちだけですよっていうのを事前に押さえておくっていう感じですね。だからで申請するのにもやっぱ結構お金かかるんで、無駄に取ったりすることっていうのは絶対ないんですよ。だからインフィニットウォーフェアっていう商品が出るのはもう確定してるわけなんですね。なんで、まあ、とりあえず最新作はインフィニットウォーフェアであるというのが確定したというふうに今現在言われてるわけです。で発売日に関しては今11月4日というふうに言われてるんですけれども、まあ例年通りですよね。確か BO3 も11月6日とかだった気がしますし、ゴーストも確かそんぐらいだったかな。毎回ね11月の頭なんですよ北米版が。で今年もプレイステーションが先行なんじゃないかというふうに言われていまして、だとしたら多分日本語版が発売日また同じなんじゃないですかね。 BO3 の時と同じで、自分はもう北米版予約しちゃっててすげえ後悔したんですよ。あれ後々になって発表されたんですよ。忘れてる方いるかもしれないですけど、最初は北米版の方がいつも早くて、発売されるのがね2週間ぐらいいつも早かったんですよ。1週間2週間で、北米版の 1,2 週間後に字幕版が入ってくるって感じだったんで、動画投稿者はみんな北米版を事前に予約してたわけですよ。で今年は後々になって発売日の寸前になって、日本語版の発売日やっぱ北米版と同じにするわって言い出して、でしかもダウンロード版に限っては北米版よりも12時間ぐらい早く遊べるようにするよっていう告知をしたわけですよ。日本時間の深夜12時から遊べますみたいな。で北米ユーザーブチギレみたいな感じだったんですよね。でまあ実際蓋を開けてみたら、
ブラックマーケットの賄賂ガチャとかいろんな場面で北米版にしか対応してませんとかいうのが実はあったりして、北米版でメリットあったんですけど、まあ初日のやっぱスタートダッシュの数時間ってやっぱ不快じゃないですか。プレイステーションのさフレンドリスト見たらみんな BO3 やってるみたいな。で北米を先に予約してね、高いんですよやっぱ北米版の方が。北米の iTunes カードって日本で仕入れるとちょっと割高になったりもするんで、でそれでね高い金払っていざ買ってみたら日本語版のやつらはもう遊んでて俺らはまだ我慢しなきゃいけないっていうね、すごい嫌な思いをしました。なんで今年はまあオパシも日本語版買いますかね。まあ最悪もうまた去年みたいに北米の方が早いらしいみたいな感じだったら最悪もどっちも買います。まあそこはしょうがない諦めますね。まあそれでどっちもやるかなというのがベストなんじゃないでしょうか。でコッド4のリマスターじゃね、リマスターも出たら買いますね。オパシはね買います。で自分もコッド4出た時の対策としてコッド4を PS3 で遊びますね。近々動画で上げたいと思います。で前にもね実際動画上げたんですけど、コッド4ってなぜか意外と再生いくんですよ。今更動画上げても BO3 発売前とかにも俺動画コッド4さゲオで900円ぐらいで買ってきて、900円で買った神ゲーみたいなタイトルで動画上げたらなぜかね再生数いってた部分もあって、 BO2 とかゴーストよりも再生数いってたんですね、コッド4の方が。だからやっぱ懐かしくてみんな好きで見ちゃうんですかね。多分すごい愛されてる作品だと思いますので、オパシもコッド4も楽しみですけれども、多分まあメインは IW になるかと思います。で多分みんなもね IW メインでやっていくんじゃないかなというのがオパシの予想です。さあ果たして宇宙服ぴょんぴょんゲーならぬぴょんゲーになるのでしょうか。そこだけはもうほんとね心配ですね日本人は多分ぴょんぴょんゲーよりもね多分地上を走り回る方が好きなんじゃないでしょうか。皆さん、今回の IW ねインフィニットウォーフェアどのように思われましたでしょうか。コメントいただけると幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。バイ。チャンネル登録とコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。